そのまま飲めたらいいのにね。本当だな。本当だな。よし。煙です。ね、さあ、ということで、ちょっと心機一転、頑張って、動画撮っていきましょうということで、いえいえ、どうしたおい、どうしたおい、どうしたいや、でも、これが悪いわけじゃない。どうしたよ。どうしたの全然なんか始まらないじゃねえか。なんだろう。どうしたのなんだろう、どうした、なんかあったんですか昨日。救急車を呼びました。わおあれ言っていい話昨日救急車を呼びました。メディアで言っていいやつ初めて119に。え電話をしました。はあ、はあ、はあ。僕じゃないです。はあ、はあ、はあ。ね、それはそうでしょ。あんまセリフで電話できないんですよ。そういう時ちょっとね、えコンビニにね、はい、家から、はあ、チャリで行ってたんですよ。はい、あ。なんか、めっちゃ物落ちてるって思ったら、うん、人だったの。怖い夜夜あー怖いお手をあーで、一瞬通して、あ、人だったって戻って戻ったんだ、ちゃんとちょっと怖かったからあーすごい戻って、いや、多分とか、まあ、女の人が完全にうつ伏せでぶっ倒れただからその酔っ払ってこういう感じでもなく、そうでもない、うつ伏せの完全に倒れてるって感じ。完全に倒れてる。大丈夫ですか？おお。元気ですか？あれ？恋の木って。恋の木か時の猪木が出てる。あの時のね。うん。一応ちょっとだけ変じゃん。うん。うん、ああでも何かもうはいとかははっきり言えてないうんそう言えてないぐらい、うん、マジで結構それがね本当2、3分続いたから、うん、これもうダメだと思って、うん、聞いたのそのいっぱいお酒とか飲んだんですかって言ってもマジそう今そうだけど聞き方可愛いないっぱいお酒とかお酒飲みましたかとか大人が大人に聞く聞き方でいっぱいお酒飲んだんですかいいねもう分かった。まあまあそんな時に実際になるとね、ちょっと言い方も分かんないですよね。でそう救急車呼びますよって、うん、なんかもうそれはもう返事ない。ああもうじゃあやばい。やばいやばいやばい。初めて呼んで5分後くらいで来たんです。来たんだけどさ、救急車がもうピーポーピーポーって、俺とその女の人の横に、止まった瞬間に、やっぱ人間って多分、あのサイレンの音聞くとビビると思うけど、その女の人はめっちゃ立ち上がったね。え立ち上がった立ち上がった起き上がった。こっからこうぐらいになって。なんか、これ分かる？こうなると、俺めっちゃ恥ずいのよ。ああだから救急隊の人からしたらそうでしょ完全にさっきまで倒れてますっていうことで電話してそうしたんです呼んだのに何ですかここみたいな同じ言い出して違うんです本当にさっきまでほぼ死んでたんですでも元気なんですか元気でもないけどちょっともう路列も回ってなかったけど救急隊が結局来てこの人ですって言ったらえ私、警察呼ばれたんですかって言われて、声でかいの、普通に。声で若いの、あの結局、でも30代ぐらいの若いの人で、呼ばれたんですかここどこですかって言って、どこどこですよって。え、家すぐそこです。帰りますって言って。俺、はずいはずいはずい。はずいはずい。ただの酔っ払い通報したんだよ。え、それでどうしたんですか結局。その話は乗らなかったんですか多分乗らなかった。もうその時点で、あの救急隊の人は、あ、まあ、あと僕らでやってくんで、大丈夫ですよって言って、コンビニ行ってで牛乳買ってでもコンビニの行きだから帰りまた通るんですから帰りチャリこいだらなんかまだめっちゃ揉めてたなんかねお酒とか飲みましたかって言われてもなんかねそれには答えてなかったの女の人も「どこですか帰ります」って言ってで前後不覚になってるのがいや薬じゃないですよ薬じゃないとは思うけど分かんないけど薬じゃない分かんないけどねはい入ってこない入ってこない薬だろう薬かなまあまあいいよ続けてる帰り通りかかった時にはもう女の人が立ち上がってて2人救急隊の人に囲まれてるからいろいろ聞かれてたんだけど女の人がめっちゃ荷物あさってたんですよあさっててもうそのままチャリで通り過ぎたんだけどあれマジでもし財布ないとか言い出したらうわマジ俺疑われるだろうなって思ってたしそう
皆さんに言いたいのは、一回倒れたらしばらく倒れといてほしい。一回倒れてきちゃうから救急車が来たとしてもね、来たとしてもちょっと倒れててほしいかもしれない。倒れてたのは間違いないから、ね、間違いない。本当にちょっと本当にマジで変な恥かいた。救われないね。一生懸命説明したの。説明した。本当だったんですよ。あ、でも別に救急隊の人もね、多分、まあ、あることなんだろうな。まあね、よくある。全然そんな。もっとひどいいたずらとかもありからね。うん、そうそうそう。それに比べればまあ正しい、うん、そういうことで。そう。いや、チャリ乗って牛乳買いに行ったんかい。そこはいいだろう。おいおい、ダセーな、なんか。クラムチャウダー作りたかった。好きだなクラムチャウダー。好きなんだよ。絶対食うもんのファミレスでもクラムチャウダー。好きなんだよ。必ず食うわ。クラムチャウダー好きなんだよ。なんでなんですかってなんですか。好きなんですよ。いいじゃん。いいじゃん。なんでなんだってなの。もっとなんでなんだはいっぱいあっただろ。理由を教えろよ。美味しいんだって。クラムチャウダー。美味しいんだって。作りに牛乳がいなかったね。そうそうそう。自分で作ってるんですか。自分でも今そう、最近はルーがあるから。あのキャンベルの缶のやつじゃなくて、最近ルーあんのクリームシチューみたいな、うん、で使ってんの。ちゃんとアサリとか入れて。アサリ入れる。アサリ入れる。他何入れる。他だからベーコンとジャガイモと玉ねぎじゃない、でそれを全部炒めるとか。最初炒めて煮込んでルー入れて溶かして、最後にアサリ入れる。でちょっと煮立たせて終わり。なんかその最後塩、クラムはいいのよ。最後塩とか入れる。いいだろ、そんな入れねえよ。ルーなんだから味が整ってんだよ。あ、粗熱とかだったの。いい、粗熱。クラムはいいの。クラムはいい。クラムって呼んでる。人名ファーストネーム。人名の関わってたって話。そういうこと。偉いわ。いやいやいや、本当にめっちゃ偉い。うん、任せよ。ちょっと本当に、もし体調悪くなって救急車呼びそうってなったら、言ってください。違う、救急車呼べ。その連絡無駄だから。救急車呼べ、普通に。救急車呼んでください。助けられるわ。はい、いやー、でもなんか、いや、立派ですよ。いやいや、立派です、あなたは。でも正直その時点で僕を褒めたたえたい。ありがとうね。僕も、でも本当に昨日なんですけど、え、あの女の人がベロンベロンぐでんぐでんになってて、駅の近くで、で俺が近づいてて、いや、ちょっとどう、大丈夫ですかって言おうと思ったら、本当に退役軍人みたいな白髪のムキムキのおじいちゃんがランニング中で、おい大丈夫かって言って止めて、マジで、どこ、おじいちゃん、ほんで、あ、大丈夫、大丈夫じゃないでしょって、こっちこっつい肩貸して、はい、歩けよって大きい声で、どっちですか。どっちですよ、ありがとうございます。このご時世にさ、コロナとかさ、セクハラとか、あの中一周する、もうグラントリノのおじいちゃんだ。グラントリノのインストウッドとマジ同じ。そうだね、現れて行ってって、俺はもうそう、本当にこう敬礼するしかできない。お前が一番変なやつ。できなかったんです、俺マジで。できない、まあ、誰も見てないから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 、ちゃんと親指見せないから、はい、寝るくらいしか、俺はできなくてさ、あんた偉いよ、すごい。皆さんも本当にね、健康には気をつけて、はい、でも救急車通報できるような人になろう。待ってる人いたら助けましょう、来年は俺たちがそういったポスターに出るぞ。そんなことねえよ。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。